言ってみよう。なんかあのさ、木こりの人知らない？木こりの人、あ、園芸師っすか？そう、な、斧が欲しいんだよね。園芸師です。あ、園芸師、すっごい偶然すぎ。偶然、こんなところに偶然園芸師が通りかかることだ。園芸師だ。今園芸師です。リスキンさん、これ、はい、これで斧を作ってくれませんか？はい、いいっすよ、3本作りますよ。やったー。あ、くずはさん、あの、お、はい、久しぶりです。はい、あの、カナリアです。なんでいるんすかって。なんでいるんすか、カナリアさん。いや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 、そうそう、いや、前から好きなんですよ、僕。え、前から好きなんです。いや、前から好きなんです。なんでよ、ほんと、俺も前、いや、ほんと昨日見かけてたんですけど、まさかいないでしょって思って。いやいやいや、別のカナリアさんでしょって思って。いや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 、ちょっと、いや、お世話になってます。はい、いや、ちょっと挨拶したくて。いや、全然俺もね、したかったっすよ、したかったっすよ。いやいや、ありがとうございます。え、今何やってるんですか、職業は？僕今家事師、家事師、家事師です、家事師。作曲ですか？え、なんすか？作曲ですか？他曲？作曲。作曲？ああ。まあ作曲もちろん作曲もやってますね。はい。あの、合間見て。それはね。はい。で、あの、あ、ま、男女行きましたよ、男女。それ、あ、だ、男女も行きましたよ。はい。はい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 。はいはいはい。何レベルまで行きました？僕、あ、でも、レベル1なんすよ。家事師はレベル4なんすけど。え、すごっ。そんなレベル上がるんすか、職業って。いや、なんか徹夜いてるとレベルずっと上がってるんですよ、家事師。なんか自分が作曲なこと忘れてもう家事師になっちゃってるじゃん、もう。いや、なんすか、あの、ちょっと待って、 あんまそこ触れられると、ちょっと、ちょっとかけながらマイクやってるんで、ちょっと無視して、ちょっとダメでしょ。はい、すいません、そこちょっと、あの、はい、あの、ちょっとあの、はい、そこちょっと一旦、あの、今日はちょっと前から楽しみたくて、はい、そうですね、じゃあもう6、そうですね、家事師として、家事師としてやってます。わかりました、じゃあそこは触れない感じで。はい、僕、あの向こう側に住んでるんで、もし何かあれば。ちょっと焦げついてないですか、ケツ、大丈夫？いや、大丈夫ですよ。じゃあ、もし何かあればお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、まだ釣りやってんだ。